セリフと見た目のあれが違うけど、なにこれ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 、怖い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 。で寒いとテンションが上がりますだって怖い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 びっくりした。学生の翔太さんが勝負を仕掛けて来られました。私は逆に雪が降らないところだからテンションが上がってしまうタイプだけれども、雪が降ってるとね、だけれどもこの方は逆なんだ、寒い方が苔を思い出せるタイプの方なんで。びっくりした、やめて、モンスターボールだけ浮いてるのとか。おー、地球投げすごい。あとちょっとパンパンがドアップになっておりますが、このまま行きましょう。ちょっと面白すぎたなこの人。向こうの張り手は、でもレベル38だって。だんだんやっぱりこのね、今さ、こう右側から回るか左側から回るかみたいな感じにさ、多分マップなってるんだけれども、だんだんね真ん中ら辺に来たので、もうレベルが上がってきたんじゃないかなという印象ですね、これを見ると。張り手山は集中力を高めてたのかな、なのですが勝っていけました。翔太さんが面白すぎて。子供は風の子。ちょっと大人に見えるタイプの子供の方なのかな。ね、大丈夫かな、消えないかな。頭と耳を風から防ぐだけで寒さが全然違うぞー。それはそうかも。ね、ちょっと帽子とか被ってるだけで、ね、体感温度が全然違ったりするよね。とか思いながら、闇ラミがいて、おー、すっごい、見て、この景色すっごい綺麗ね。あー、危ない危ない。闇ラミめっちゃ走ってきた。タツベイ、雪わらしがおられますが、ちょっとここポケモンセンターで回復していきましょうか。さあさあ、無事にですね、回復ができたのですが、ちょっと寒い地域なのかな？立ち止まるとさ、震えるんだよね。こちらの世界のメイちゃんが。ね、ちょっとだけ、見えるかな？ちょっとだけほら、息が白くなってたりだとか、するのがちょっと不思議な感じ。あったかいお洋服を着てきたら、この寒いみたいにしないかな？しないね。お見せしたくて待ってるのに。寒いってしなかった。と、後ろにさ、誰か見えるね。初めましてだ。うわー、強いかな。ちょっとどうかな。なに、誰、背びえ？背中が冷えると書いて背びえかな。感じないかもしれないけれども。ちょっと強そう。どう、氷の牙だって。ドラゴンタイプかなってパッと見思ったけれども、この地域のことを考えても、氷タイプかなという印象を、麻痺もしてくれたので、ここでモンスターボール投げていきたいところだね。噛みつかれてしまった。どうかな？モンスターボールじゃだんだん厳しいかな？レベル38。頑張れ。どう？出てきちゃった。でも大丈夫。もう一回ぐらいモンスターボールで様子見たいね。どうかしら？ダメだったらスーパーボールに切り替えることも考えなければいけない。出てきちゃったー。噛みつかれちゃったー。大丈夫だけど、モンスターボールからスーパーボールに切り替えて、スーパーボールでどうかなー。ちょっと強いもんね。頑張れ。やった。セピエさん捕まえましたー。ちょっと、図鑑のチェックがしたいところ。セピエの鱗なるものを手に入れました。おお、氷、ドラゴンタイプだって。なんか、お口のところなんかついてる。岩場や森林に生息する、背びれの力で巣穴の中を冷凍庫のように冷やしている、だって。わー、お名前つけようか。決めました。
あなたのお名前は、ひえひえくんです。そのまんま。なんか冷えてそうじゃない？だから、ひえひえと、パモパモみたいな呼び方で呼ばせていただこうと思うのですが、多分、氷タイプ、ドラゴンタイプということは、育てたらめっちゃ強いような気がするんだけど、迷うね。うわー、レベル38だもんね。どちら、氷タイプ。ごまくん。いや、もうさ、この子たち結構長くから、かなり長く一緒にいるからさ、愛着がすごいのよね。だけれども、必須で言ったら、私として必須は、絶対外せない相棒ポケモンと、水タイプ、炎タイプ、電気タイプは絶対に必要なのよ、私としては。となると、おこげくんかごまくんでしょ？ごまくーん、大好きなんだけどなー。いや、でもちょっと待って。育てたらめっちゃ強いと思うけど、即戦力ではないから、ゴマくん即戦力を失うのがかなり今辛いから、ボックスに送りましょう。ごめん、ヒエヒエ。絶対育てたら強いと思うんだけどなぁ。今、もし、メララちゃんが、成長してて即戦力だったら交換してたかもしれない。ね、ヤトウモリのカスだって手に入れました。メララちゃんが今ちょっと戦力としてはちょっと厳しいところがあるから、ちょっとそういう風にさせていただきました。こっちなんだけどな、方角としては。こっち、まだこの洞窟来るべきじゃなかったかもしれないね。離れてしまったね。旗のところから。これくらいがおりましたの。ドバババびっくりしちゃった。ここは逃げていきましょう。一旦この洞窟を戻って。だからさ、メララちゃんが、進化した時に、もう一回考えてもいいかもしれないね。メララちゃんが進化して、もうね、がっつり戦力みたいな感じになると、ちょっと考えなきゃいけないかも。今誰かさ、壁の中に入っていかなかった？見間違い？あ、いる！びっくりした。幕の下いた。逃げていきましょう。タツベイの後ろもなんかチラチラしてるね。ね、誰かいるんだろうな。あ、びっくりした。では、こっち戻ってきまして、これは、あ、バネブーだ。あ、バネブーとブーピックがいっぱいいる。と、こっちかな？なんかここにも道があるね。ここ行って、おー、びっくりしたけれども、ポニーテールちゃん何？こちらはこちらのアイテム。ベクトガードを手に入れたんだけど、チーム C のアジト、印の木立だそうです。え、こんなさ、こんなところから行っていいのかな？ね、ダメじゃない？今までのなんか感じと違うんじゃない？いいかな？あ、なんだろう。ちょ。あ、シシコと、うん、その家族なんだろうけどさ、すごい一人さ、危なっかしいとこいない？ほら、一人浮いてるよ。ちょっと、あ、でも、ね、ライオンさんってさ、ね、可愛い子を谷に突き落とすというお話があるもんね。向こうでドンカラスとか、なんか結構いろんな人が見守ってくれておりますが、もう気になるから、じゃあ行くよ、ここから。ね、ごめんね、ミライドン。いつもごめんね、ミライドン！ピーガガガー。どう？許される？もう侵入しちゃったけど。アジト敷地内に勝手に入るのは禁止でした。
入り口のゴングを鳴らして正々堂々勝ち込んでください。どこから？あ、戻ってきちゃった。ダメなんだ。ダメなんだ。向こうから来てね、みたいな感じだったね。じゃあちょっとそうしたい。ここにいる人たちが、メンバーが変わった。メンバーが変わったけど、ぶつからないように。じゃあぐるーっと回らなきゃいけなさそう。お、すごい！すごい！アルクジラさん、群れ？アルクジラさんのご家族たちがすごいいっぱいいる。あ、誰？初めましてだ。バトルしましょう。おー、カプサイジちゃんのさ、進化系？スコヴィランだって。だって、ヴィランなのか。ヴィランなのか。悪そうだね。多分でも、なんとなく見た目がさ、カプサイジちゃんの進化系な感じするよね。ここもでも、ゲットしていきたい、ね。ごめんよ。あ、向こうの人とバトルみたいになっちゃった。ここは、次のポケモンを選んで、おこげくん。うわー、ちょっとどうだろうね。だんだんレベル差が厳しくなってきた。アルクジラさんがめっちゃ見に来てる。めっちゃ焦ってる、みんな後ろの子たち。めっちゃ可愛い。あの、一人ま、あの、パモパモが倒れちゃったから、みんな焦ってるのかな？かな？めっちゃ可愛いんだけど、これ。可愛い。もう一回、じゃれつくしてみようか。まあ、いい感じ。では、スコヴィランさんは、体が痺れて動けない今のうちに、スーパーボールでいいかな？もうね、ちょっと強いからさ、押して、行きましょう。頑張れスーパーボール。どう。よし、やったー。やったできましたー。スコヴィランさん捕まえましたー。多分そうだと思うんだけどなー。カプサイジちゃんの進化系。あ、おこげくんが捨て身タックルを覚えたいそうなので、ちょっと技見ていきましょう。体当たりと捨て身タックルは解雇しておこうかなー。よししていきましょう。後ろでアルクジラさんがめちゃ泣いてる。では図鑑のチェック。あー、ぽいね。ハバネロポケモンだもんね。草タイプと炎タイプなんだ。グリーンヘッドは辛味成分に脳が刺激されて凶暴化。暴れ出すと手がつけられない。そうなんだ。うわー。私がクワッス最初に選んでたりとかしたら、ね、選んでたかもしれない。草タイプ、炎タイプだから。だけど、今回は、双葉くんとね、草タイプが被ってしまうから、手持ちには入れてあげられない。けれども、お名前だけはつけていきましょう。決めました。あなたのお名前は、スコちゃんです。スコちゃん、スコくんです。特に意味はない。スコヴィランというお名前から取ったから、ちょっと他に意味はないんだけれども、あなたのお名前はスコくんです。ごめんね、ボックスに送っていきましょう。ちょっと残念だけれども。あ、すごい。なんかみんなめっちゃ祝福してる。めっちゃ可愛い。写真撮ろう。可愛い。晴れてたらね、もっと明るかったらより良かったなとか思いつつ、この人、バトルしていこうか。ちょっとね、君、ポケモン強そうだな。一応勝負と行こうぜ。お願いします、バトル。覚醒のルイさんが勝負を仕掛けてこられました。ザ・覚醒みたいな感じの見た目をしておられます。ケンタロスって、あ、なんかね、ちょっと今、角がさ、赤かったからなんだろうって思ったけれども、出てきて、わーってするタイミングだったからということなのかしら。じゃれつくで戦ってみましょう。でもなんかあんな赤い筋とか入っていたかな、お背中のところというかね。進化したというわけでもなさそうだし、バトル中はそうなのかな、私が見てなかっただけかな。ちょっとわからないけれども、じゃれつくでよし、なんとか持っていけました。よし、なんか有力な情報とかも欲しいよね。メララちゃんの進化方法とか、そろそろ。どう？俺の目に狂いはなかったんだそうです。おしゃべり。
こんなところまで来るやつは強いに決まってるよなー。あーでもやっぱりその発言からしてもなかなか強い場所にやってきてしまったようですね。こちら、傷薬を手に入れまして、なので反対側から回らないといけなさそうなので、一旦、ルガルガンがなんて言うんだろう、こうキリッとした感じのルガルガンがいっぱいいた。ラッキーがいる、かわいいと、あの人、名前わかんないだけど、他には新たな出会いは今のところなさそう。今のところないね。ないね。ニューラーがいるくらいかな。なので、一旦、ポケモンセンターで回復してから、反対側からの道を探しましょうか。さてさて、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは。